宮ヶ瀬ダムの上部から見た石小屋湖と石小屋ダム。宮ヶ瀬福ダムは神奈川県愛工郡愛川町半現地先、一級水系相模川、水系中津川に建設されたダムである。正式名称こそ宮ヶ瀬福ダムであるが、この名よりも別名の石小屋ダムと呼ばれることが多い。ダム庫名も石小屋湖と命名された。名の由来はこの辺りが石小屋と呼ばれていたためである。 宮ヶ瀬福ダムの目的は、宮ヶ瀬ダムの放流水及び、相川第一発電所の放流水を調整し、下流の急激な水上昇を抑制する、逆調整機能、神奈川県企業庁が管理する相川第二発電所での小規模な水力発電、また相模川本川の上山ダムへ水を、導水するために建設された、津久井導水路へ水を送水するための水位確保である。ダムは、 宮ヶ瀬ダムよりすぐ下流、神奈川県立愛川公園にあり、駐車場から徒歩10分程度で到着する。石垣を模した独特の停滞が特徴的である。宮ヶ瀬ダムによる月2回の観光放流が行われると、福ダムも停滞全体から水が越流する様が見られる。1971年。 相模川総合開発事業の一環として建設が計画された宮ヶ瀬ダムは、包み高156.0メートル、総貯水容量が約2億トンという首都圏最大のダムであり、ダムからそのまま放流を行った場合、急激な水量の増加による弊害が起こる可能性があった。このため、宮ヶ瀬ダムの直下流約800メートル地点に副ダムを設けることで、 洪水調節時の放流の際にも増水した中津川の水流量を調整し、下流の急激な増水を抑制しようとした。こうして建設されたのが宮ヶ瀬福ダムである。一般的にダムには水量を調節する福ダムが建設されるが、大体は高さが10メートル程度の小規模なものである。だが、宮ヶ瀬福ダムは、堤高が34.5メートルと、河川法上における、 ダムの定義を満たしており、通常のダムとして扱われる。副ダムが単体のダムとして扱われる例は、多目的ダムにおいては、宮ヶ瀬副ダムが唯一である。ダムは、宮ヶ瀬ダムと共に建設が開始され、2000年に宮ヶ瀬ダムと共に完成した。2019年の例は、元年東日本台風による大雨では、 南側の高鳥山の斜面で発生した土石流が石小屋湖に流入した。これによって新石小屋橋の直下の右岸側に戦場の半島が形成された。宮ヶ瀬福ダムの天馬は橋のような形状になっており、ダム周辺の建物は岩に見立てたデザインとなっている。これはダム建設に伴い消滅した石小屋橋と中津川渓谷をイメージしたもので、 当時の面影を伝えるとともに、周囲の自然景観に馴染むように配慮されている。ありがとうございます。